最初に回収された時の SCP-1499。アイテム番号。SCP-1499。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-1499 は常時二人のエージェントが守衛する、施錠した箱に保管してください。SCP-1499 を用いた試験は、レベル4職員の認可が必要です。無期限に停止されています。被験者は、研究者との通信を維持するために、SCP-1499 の下部に全20双方向無線機を装着してください。SCP-1499 を失う危険性のため、D クラス職員による試験はもはや行われることはありません。被験者にどのような種類の危険が発生した場合でも、すぐに SCP-1499 を取り外してください。説明、SCP-1499 はソ連製の GP-5 ガスマスクです。対象への密閉検査では、対象が本来の機能を保持していることが示されています。SCP-1499 の異常な現象は、人間が SCP-1499 を頭に装着した時に発生します。SCP-1499 が被験者の頭に固定されると、約1秒後に被験者は視界から消失し、検出されなくなります。被験者は、動作時には何も感じなかったと報告しています。試験では、双方向無線の受信側が検出不可能であるにもかかわらず、送受信療法が可能であることを明らかにしています。SCP-1499 を着用時、被験者は着用前とは完全に異なる環境にいることを報告しています。被験者は、黒く高い塔の埋まっている、荒れ果てた不毛の大地が現れたことを報告しています。また被験者は、この風景の中にいくつかの存在を目撃しました。これらの存在、以降 SCP-1499-1 と指定、は、未知の粘性物質で構成された厚いコートを着た、浅黒い肌を持つ裸の人間型をしています。また SCP-1499-1 の体には、多くの目と口で覆われています。被験者の頭から SCP-1499 を取り外すと、被験者は再び SCP-1499 が置いてあった場所に現れます。詳細については、試験ログ1499を参照してください。試験ログ1499-D-6739-3 被験者は、未知の黒い物質で構成された建物内にいることに気づく。約15秒室内を調査した後、何かが動く音が聞こえると報告する。パニック状態に陥りながら SCP-1499 を取り外し、試験チャンバー内に再出現した。SCP-1499 の効果を判断するための最初の試験。SCP-1499 を失う危険性があるため今後は、訓練されたエージェントが D クラス職員の代わりに使用される。試験対象エージェント C、減少報告、エージェントは D-6739-3が説明したものと同じ部屋にいることに気づく。約2分間を部屋の調査に費やし、エージェント C は複数の地球空の黒いキューブが中にあることを報告した。エージェントは何者にも干渉されることなく、建物を降りることができた。第2階層に到着すると、エージェントは下階からの音を聞いた。エージェントは黒いキューブのうちの一つに身を隠し、2体の SCP-1499-1 を観察した。エージェントは SCP-1499 を脱いだ。尾行、SCP-1499-1 の最初の目撃。エージェント C は2体の SCP-1499-1 に気づかれていないままであることを報告した。試験対象エージェント U、減少報告。エージェントは彼女の隠密訓練のために選ばれた。エージェントはエージェント C が SCP-1499 を脱いだ部屋と同じ部屋にいることに気づいた。物音が上層階より聞こえ、エージェントに建物から降り外に出るように促す。エージェントは建物の外で徘徊する多くの SCP-1499-1 を見たと報告。各存在が独特な変異を遂げているように見え、時折、低い耳障りな音を発していた。視線を避けながら、エージェントは多くの構造物を過ぎたところまで進むことに成功した。
エージェントは観察のため4体の SCP-1499-1 のグループを追った。グループは5体の SCP-1499-1 と遭遇し、そのグループより1人が前へ進み出た。エージェントは2体の SCP-1499-1 が激しく互いを攻撃し合うところと、観察中の SCP-1499-1 から地面に流れ出た未知の幽体と熱い内臓を観察した。エージェントは SCP-1499 を脱いだ。尾行 P-67393 が現れた構造物は多くのもののうちの一つであると思われる。SCP-1499-1 の暴力的性質のため、さらなる調査はエージェント自身が自己防衛のために武装することが必要である。試験対象エージェント K、探査ログ1499-D を参照されたし、編集済み。以下の情報は、追って通知があるまで分類されます。探査ログ1499-D 用レベル5クリアランス。探査ログ1499-D。試験は2000年6月3日に実施。エージェント K は双方向無線イヤホンと追加の弾薬と財団標準の火器を装備。エージェントの任務は偵察となる。エージェントは頭に SCP-1499 を装着すると、視界から消えた。博士、聞こえているか？大丈夫です、エージェント。何が見えますか？構造物の間にいる。前方に見ているな。何か硬くて黒い岩で作られているような。地面も同じだ。SCP-1499-1 との接触は？ならな、それを伝えるのは難しい。ここの照明は機能で、俺は見るのに非常に苦労している。まあ、なんとかやってみる。約5分の間、エージェントが静かに移動する音が聞こえる。クソったれめ。先の方に大きなグループがいる。そいつらが見まして、大きな建物に移動している。エージェント、建物について説明できますか？ああ、すごく大きい。他の建物はまらいに見当たらない。かなり精巧に作られていて、多数の塔とスパイクが見える。血液がついているようにも見える。エージェント、詳細な観察は可能ですか？橋みたいなものがある。行ってみる。約3分30秒の間、エージェントが静かに移動する音が聞こえる。建物の側面についた、ドアのようなものがここに見える。さっきの入り口よりも小さいな。今それをくぐり抜けているところが。内臓のような音が数秒聞こえる。エージェント、何がありましたか？わからない。さらに内側から聞こえてるような。行ってみてみる。複数の場所から、研磨するような耳障りな音が聞こえてくる。エージェント、何が見えましたか？エージェント。なんてこった。あっちこっちにうらうらいる。あの巨大なグループの奴ら全員だ。体中の口を全部開いている。あの音はそこから出ているんだと思う。博士には聞こえているか？聞こえています、エージェント。詳細な観察はできますか？了解。あいつら全員、一方向しか見ていない。できる限り俺も見てみる。20秒間耳障りな音が継続する。全員がプラットフォームに立って、一方向を見ている。大勢が、あいつの周りに集まっている。声を止めて、前を見つめている。内臓のような音が騒々しく繰り返される。それが前にいる一体にやられて、ちょっと待って、見えなくなった。それは自分の胴体を切り開いている。そこから、芋虫みたいなのが、こぼれ落ちている。エージェント、何が起きているんです？よく聞こえな。待て、塔の上に何か現られた。あれは、胴体の中に何か光を発生させているものがある。頭の方から空へ向けて、光線が伸びている。何が起きているんです？エージェント、輪を続けて。あれはある種の入り口を開いているんだと思う。それか何かを召喚しているんだ。あれは何かを召喚している。何かがあの入り口から出てきた。あれも腹から出てきた芋虫も、でかいやつみたいだ。あの胴体も光は、入り口を開くために光り続けていたんだろう。俺は、感化できない。止めてくる。エージェントの走る音と銃声が聞こえる。耳障りなノイズが以前より大きくなる。石の物体と体が落ちる音が聞こえる。内臓の音がいっぱいに聞こえる。俺はついに、さらなる内臓の音が、エージェントに近づく。ついに手に入れた。SCP-1499 を取り外した際、エージェントが何を言っているのかは最後まで聞き取れなかった。エージェントが血に濡れ、人間の心臓を持ちながら試験チャンバーに現れた。ライボーグだ、
俺は手に入れ。エージェントが手中の心臓を見て叫ぶと、それを落とした。ログ終了。ホイ1499、E。6月3日の日曜日、ロシアのモスクワにある救世主ハリストス大聖堂が朝の礼拝時に、スーツを着てガスマスクを着用した男に攻撃された。男は聖歌隊と司祭を含め、10人を銃撃したと報じられた。教会に来場した6人が銃撃時に死亡し、聖歌隊を含む3人は危篤である。容疑者が大聖堂に押し入る前にナイフを入手し、司祭の心臓を切り出したと報じられた。容疑者はその後、複数の目撃者の前で完全に消失したように見えた。モスクワ警察は、攻撃の痕跡を見つけることができなかった。ロシア軍とロシアのメディア内に潜入している職員と共同して、現在の状況の打開に動いている。公式には、モスクワに住むニコライ・オルロフによる単独犯行とされている。オルロフは数年前に行方不明になっており、状況のコントロールのための多くの時間を我々のエージェントに与えることができた。エージェント K は現在の状況についての尋問のために、拘留されている。報告事項が全て発生したことを、彼は主張し続けている。我々の探査ログ1499D は、彼の話を裏付けている。彼の行動の背後にある理由を問われたとき、エージェント K は、自身が見たものが召喚されるのを、止めなければならないと信じていると供述した。エージェントは現在、精神鑑定を予定されている。我々は別の事件を起こす危険を世間にさらすことはできない。SCP-1499 を用いた全ての試験は追って通知があるまで中止とする。探査ログ1499-D に関する全ての情報の公開は、状況が制御下に置かれるまでレベル5クリアランスを持つ人材に限定される。エージェント U と C を拘束し、同様に D-67393 に尋問する。SCP-1499 の幻覚効果が永続的な効果を持っているかどうか、現時点では不明である。我々の研究員全員を化け物とみなし、我々の施設の一つで銃乱射事件を我々のエージェントが起こすような危険を、私は犯したくはない。オフアイブ。